左手が、駅舎右翼の歩道は、竹県大方面に、直接通じる駅構内南千里駅は、大阪府水田市筑摩台一丁目にある、阪急電鉄千里線の駅。駅番号は、HK-93。千里ニュータウンの筑摩台団地への入居開始に先立つ1963年、団地の南側に開業した駅である。開業以降、駅周辺は、 ニュータウンの開発が著しく、駅の利用客は開業からの3年間で5倍近く増加した。相対式ホーム2面2線を有する3階建ての高階機。分岐機や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。改札口は2階にあり、北側1カ所のみ。新千里山駅として開業した当時は、島式ホーム1面2線構造で、現行の下りホームを使用していた。 上り線は付設されていたが、ホームは設置されていなかった。ホーム下に改札と阪急オアシスなどの店舗があった。当時の様子は、吉永さゆり主演の映画、青春のお通りの最初の場面で見ることができる。1967年3月に北千里駅まで延長され、上りホームが設置された。1970年3月、改札を駅北側に移設し、 阪急オアシスは、駅北東の阪急百貨店千里寮のもとに移転した。その後、駅下は、旧改札跡、阪急オアシス跡が残っていたが、1976年4月、駅下を改装して、園芸店、クリエテ阪急が入居した。クリエテ阪急は2013年7月31日で、閉店し、跡地には2015年秋に、 クリニックモール南千里と杉薬局南千里駅前店がオープンした。下りホーム東側にあった3号線は15メートル急車両、4両分ほどの有効長しかなく、北千里延長後は使用されなくなったが、1980年代前半までは、線路、河川はそのまま残されていた。その後も、旧駅舎とされる建物が、旧3号線ホームの梅田側に残されている。 元々は当駅から千里中央付近を経由し、美能線桜井駅方面へ向かう予定のために面4線の駅として設計されており、駅出口付近には拡張が可能なように基礎などが残されている。かつては駅の南側手前200メートルほどの地点に、当駅折り返し運転のための渡り線や補線機器を留置するための側線があった。 渡り線は1980年代前半に台風で北千里駅、山田駅間の路盤が崩壊して、普通となった際に当駅での折り返し運転に使用された。渡り線、側線とも1980年代後半には撤去され、淡路方面行きホームが拡幅された。旧三号線廃止以降、構内において乗り場番号による案内は使われなくなった。ただし、 スマートフォン向けアプリ、阪急沿線ナビトックアプリの発車案内機能では、現在も北千里方面が1号線、天下茶屋方面が2号線とされている。2019年度の特定日における1日の乗降人員は23,469人である。近年の特定日における1日の乗車、乗降人員数は、下表の通り。千里ニュータウンプラザ。 千里南センタービル、桃山台、地区県台、つくも台、高野台、佐竹台の中心。千里ニュータウンの最初の駅として、近接して、千里南地区センター、水田市役所分室が整備された。東駅改札から、東西南の住宅地へはそのまま歩道橋で、つながっており、歩車分離が図られている。駅の西側を、大阪府道121号水田見納線が、 南北方向に走る。それと交差して大阪府道135号と夜中セ線が東西方向に走る。再開発以前は以下の建物も存在した。2011年現在、駅前の再開発が進行している。ガーデンモール南千里の建設はその一部である。阪急百貨店千里寮は解体され、跡地にマンションが建設された。 このマンションの低層部には銀行などの店舗が入居している。残された千里南センタービルの機能を駅西側に移転する計画があり、同ビルと千里市民、センタービルは保存を望む意見もあったが、2012年度から2014年度に解体されることが決定し、跡地の西側が公共広場、東側が将来に備えたリザーブゾーンとなる。 阪急バスの路線が乗り入れる。期間限定で、イクスパシティ行きのバスが発着していた。所要時間は約15分。ありがとうございます。